三浦がついていっている。このボールを強く触りましたね。庄司のプレーです。年を重ねるごとにどんどん成長してますよね。小前が受ける。ただここは庄司の左足前を向いた。ワッツー金子なんとか庄司戻った。魂の守備。サビエルのシュート。東口、東口として庄司立ちふざがりました。ガンバです。長いボールが来ました。鈴木が落として後ろから荒木です。庄司に当たって少し角度が変わったんですが、先制ゴールの上田。前から行った庄司ですが、この長男山田へ、ここを庄司が潰しに行く。中に大橋、ベリントンいる。瀬川も手を挙げているが、深いところエグルが庄司、高中にボールを奪いました。クルークス、中には山岸もいる。クルークス、ここは庄司、まあ、1対1の強さね、はい、来ましたね。そうです。3人もね、足回してるね。三つ葉がスペースへ出して、ドグラス。中山、自ら行くか。さあ、もう一度受ける。自ら行くのが、いった鈴木優斗だ。オーステフン、自ら仕掛けて打っていきました。原がカバーに行っていますが、粘り強い庄司のこと決勝ゴール、はい、素晴らしい働きしましたよね。あ、さあ、最後抜けていきます。サビオラが飛ば、マッチアップ右側スペースを使う。星野が入ってくる。庄司のコンタクトです。カウンターのところはね、斜めにマルシーニョ引きつけてフィニッシュ。オフサイドディレイでしたが、ミツサはどうする。一旦背負って縦を取りに行ったが、庄司の対応です。ビエイラのフリック、抜け出したエゼキウ。クライフターンからの右足、ファーランドのクロス、ニアサイド、クロスだ。庄司が入れました。パトリック落として、山見のシュート。これはおそらく 4-4-2 だと思いますから、幅取られた時攻撃が水沼さん早速ありましたね。そうですね、まあ、立ち上がりはガンバもね攻撃に出ましたけども、はい、その後始まる。庄司はシンプルに長いボールを使います。中盤で新橋とまた中村が駆け引きをしていました。でサイドを使っていく山見、感覚になるんですかね。今日は、まあ、京都の方が、まあ、相手のエースを押し込むような、まあ、プレッシャー、ガンバの組み立てのところで少しプレッシャーかかったら、このスペースへ流すっていうところ、ロングボールを対応しながら、はい、前を向いて、まあ、その貴重な先制ゴールを清水が取りましたからね。高いボールを入れました。ファーへヘディング、鈴木武蔵。山見が入れる。ヘッドだ。ここは上福本、ニアへ庄司、ニアでフリックをしました。山見が入れてきて、ファーへヘディング、その後ろからシュート。先制ゴール。最後は庄司ですかね。庄司選手です ね。セットプレーから先制ゴールが入りました。ガンバ大阪、選手を大幅にこの飲水管理の後で変えてきました。左で黒川も広がってます。庄司は持ち上がる。すぐにプレスをかけていますが、そして庄司から石毛、庄司繰り返します。前に照らせませんでした田中俊太。ここで奪うか、冷静にかわしました庄司です。おお、庄司、そしてもう一度マイクマン兄に持ち出す。そしてクロスグラウンダー、ニアで庄司です。マテウス・サビオ、さあ前線で北爪深くえぐってというところ。ルキアンが行く。ルキアン、ネイマールが運びながらダワンが寄っていくが、ネイマールパス、それが切れさせないのかというのが非常に大事になってきますよね、
この画面をご覧いただいた中でもこの内側に全部ガンバの選手がね、きれいにコンパクトに入ってますよね、はい、裏ね画面上ここは勝負のファインプレーから山本高を狙ったボールここは取ってますけども正直あとちょっと味方同士でということでレアンドロ・ペレイラ正直と言い合ってます味方同士で言い合ってしまってますタッチで武藤また小田いいところで受けた大迫動き出しますがそこはプレッシャーをかけますそうですね、正直ですかね、はい、ゆるきシュート打てなかった小田に出す折り返すシュートノーファールああようやく中村引きつけるドリブルまたいで抜けた浦和を狙ってきたそういう姿勢があるからこそですね、はいまあ、より相手との、ねはい、シューターとの距離が縮められます、足がかかってここはアドバンテージを見ているここで笛を吹きました鈴木から鈴木へ落とした鈴木後ろから入ってきた荒木です